はい、で今、こちら浸透剤をつけまして、パーマの浸透剤をつけました。で、こちらをつけてですね、でこれからかけていくんですけれども、はい、今日はこちら泡にしました。やっぱりロングですからね、泡にしましょう。はい、で泡工夫していきます。まず自分がかけたいなと思うところよりも3センチ下の位置につけていきます。はい、まあ今日ももちろんこれプレシャンしてないですね、アフターシャンにします。ちょっと時間の関係もありますので、はい、ロングでも1時間でかけれますから。このような感じで泡塗布をしていきます。いいでしょうか。で、もちろんこの状態から、軟化は進んでいるということですから、もうここでスタートですよね、薬剤スタートということは。どうするか皆さん分かりますでしょうか。早く巻くってことですね。はい、早く巻くことです。スピードです。ワインディングが遅い方はつけ巻きをしないでください。スピードですね。はい、このような感じで、はい、もう一点言っておきます。パーマっていうのは一つポイントがありまして、パーマってびっくりするかもしれないですけど、綺麗にかけた方が綺麗にかからないんですね。なんでかっていうと、髪の毛ってのは内輪と外輪の差があります。なぜかって内輪と外輪って何かっていうと、こう巻く時の内輪と外輪ってあるんですよ。この中と外、車輪でいうと車のホイールの部分とアウトラインありますよね。なのでこれをぴったり巻いてしまうと立地が綺麗に出ないんですね。なんで弱く適当に巻いた方がウェーブって綺麗に出るんですよ。あとは毛束の厚さですね、左右の厚さ、それさえ間違いなければパーマって綺麗にかけることができます。まあ、あとは熱処理のパーマだったりとか、そういうまあいろいろなことがあるとは思うんですけど、ちょっとごめんなさいね、ちょっとこう引っ張っちゃうんですけど、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、まあもう基本的に僕いつもこのオーソドックスなやり方でやっちゃってるんで、今日もそれでやります。イヤートゥイヤーから皆さん分けてください。でイヤートゥイヤーと、まあ、基本的に2ブロックセクションっていう感じではなく、イヤートゥセクションからイヤートゥセクションのところを分けて、これがベースとなります。僕はここをすごく大切に考えてるんですけど、このベースセクションっていうところを、じゃあいかにどういうふうにやっていくかっていう部分なんですね。ここを大切に、もうそぎもあんまり入れない場所です、ここっていうのは。この部分をまずしっかり巻いてあげる、毛先巻きを入れてあげるっていうのがすごく大切だと思います。で、この時に、右と左の髪の毛の量の差ですね、これをしっかり把握していく必要があります。で、ここをね、中間巻きとかする必要は全くなく、だいたい毛先に来ますから、ここを毛先巻きする必要って本当に僕はないかと思うんで、中間巻きする必要ないと思うんで、基本的には毛先巻きで OK かと思います。で、まあちょっとね、あんまりかからないかもしれないんで、黄緑ぐらいでいきましょう。はい、細かいことが気にせず優しく巻いていくのが一番いいですね。はい、適当って言いますと優しく巻くってことですね。優しくこうない、少しこういう風に揺らしながら巻くんですよ。わかりますか。そうすることによって内輪と外輪の差がしっかり出てくるので、振りながら、まあ、振り子ですね、そういう風にしていくと、綺麗にパーマというのはかかっていくんではないかなっていう僕の勝手な持論です。はい、でこちらミドルセクションですね。はい、ミドルセクションは3つに分けていきます。この時に、毛束の本数ですね、はい、左ここの ABC ですね、日本人の数字がありますから、 A が100本 B が100本、ここは90本ぐらいですね。それが一番理想の状態です。はい、まあ、数字の向きによっては違う場合もあるんで、はい、そこを中心にやっていきましょう。ここもですね、今回結構モデルさん、まあ、パーマがないので、まあ、毛先巻き中心でいいんではないかなっていうふうに思ってるんで、僕は毛先でいっちゃいます、ここ、まあ、黄色ぐらいで通常通り巻いて、
はい、わかりますか、この揺らしながら巻くってことですね。これによって、より内輪と外輪の差がなくなり、きれいにパワーがかかるっていうことですね。はい、だから結構普通にただ巻くっていうことでも本当にちょっとした差なんです。例えばこれ見てください。こういうふうにたるませることによって綺麗なパーマが出るんですね。わかりますか。はい、右側は少し、靴1個分右の側にオーバーダイレクションさせた状態で巻いていった方が、より、まあ、均等にですね出やすいかなという感じですね。はい、ここも、はい、少したるませて、たるませて、たるませて、たるませて巻きます。この状態です。はい。で、表面、ここですね。ここがポイントなんですけども、表面全部巻くと、なんか、ちょっとなんか巻きすぎた感じなんですよ。なので、ここはウィービングですね。で、ウィービングみたいな感じで、表面のところをだいたい指2本分ぐらいの、ちょっとごめんなさい、引っかかっちゃった。指2本分ぐらいのここにダミーのトップのパーマを作ります。なぜここに作るのかっていうと、全体やっちゃうとモサモサしてしまうからなんですね。ここダミーの毛を作った、ダミーのウェーブを作ってあげることによって、なんか上からかかってる風に見えます。ですので、錯覚ですね。実際全部かかってるように見せながらも、そうすると、重さの位置が A ラインの状態で保ってくれるんで、よりいい状態になるのかなっていう感じですね。ここも、V ラインで、指2本分のチップを取ります。で、指2本分のチップを取りましたら、そこに、中間巻きで入れていきます。はい、メッシュみたいな感覚ですよね。ここにウェーブのメッシュをちょっとこうつけてるような感じです。はい、ですね、だからここで、ね、上からかかってんじゃないかっていう風に錯覚をして、 A ラインはそのままっていうことですね。で、この下のところをこれを2等分にして、巻いていくんですけど、ここはさすがに、毛先巻きでなくてもまあいいのかなっていう感じがするので、中間巻きぐらいにしたいなと思います。はい、まあ、若干右の方が厚さは薄いかなっていう感じですね。まあ、ここも黄色で、まあ、黄色ばっかりですけど、黄色で巻いていきます。中間巻きですね。はい、でここの時も根元側のところは少しボットですね、少しこういう風に シェイクしてかけていきますね。で、ここも優しくシェイクしてかけていきます。はい、そうすることによって綺麗なパーマが作れますね。はい、今度サイドですね。はい、サイドを巻いていきます。はい、サイドのセクションはここも、基本毛先巻きで大丈夫です。で、ここはね、まあしっかり結構かかっちゃっていいと思うんで、黄緑これで、シェイクしながらかけていきます。この時のシェイクもすごく必要です。ワンカール入れたらシェイク、ワンカール入れたらシェイクで、そっとですね、このウェーブを記憶させていくんですね。はい、そうすることによって綺麗にかかります。こんな感じですね。で、ここですね、問題は。で、今度表面の方にもダミーの V ラインのチップが必要になってくるん でここにチップラインをちょっと入れていきます。でですね、先にチップ入れちゃった方が、あと巻きやすいんで、先に表面のチップを、入れます。ごめんなさいね、ちょっと少し引っかかっちゃって、ごめんなさい。で、表面に、はい、ここにチップを入れていくんですけども、はい、この V ラインにチップを入れます。
はい、ここも、同様にですね、黄色で中間巻きして入れていきます。まあ、いかにも上からかかってんじゃないかぐらいので、ここで、ちょっとスイングさせながらボットを巻いていきます。はい、そしたらあとはこの下の毛を巻けばいいだけなので、ここを2等分して、巻いていきますね。で、ここも、黄色で巻いていきましょう。毛先巻きの方、毛先の方の中間巻きですね。はい、これをちょっと入れていきます。この時にシェイク、シェイク、シェイクですね。で、これをまま巻いていきます。まあ、基本的に巻き方も超簡単です。はい、薬が足りなくなったら薬を出しましょう。シェイクしながらちょっとこうね、ちょうどいい位置を探して収めていきます。はい、でこれであとバングを巻いたら OK ですね。はい、バング絶対可愛くなると思うんで、このような感じで含めと上手にバングは2段でちょっと巻いていこうと思います。最初にバングも薬つけておいてもいいとは思うんですけど、ちょっと、ダメージもちょっと怖いんで、ロッドをちょっと下げて巻きたいなと思います。まあ、2枚ペーパーにこう折らない理由としては、あの中間水線のしやすさですね。中間水線がしづらくなっちゃうとあのすごく嫌なので、結構基本1枚ペーパーで巻くようには心がけてます。2枚にした方があのまとまり合って巻きやすいんですけど、そうすることによって水が入らなくなっちゃうんですね。ですので、であのこの見てほしいんですけど、こめかみのあたりは巻かない方が絶対小顔効果が出るんで、こめかみですね、黒目から黒目の間だけパーマを巻いてあげて、黒目からの外側の部分は巻かない方があの小顔効果が出ていいと思います。で、前髪はちょっとね、一見緩めにかけといて、ゴムかけを。で、なぜそうするかっていうと、アールピニングですね、いつものこの、アールピニングで留めるときに強いとあの痛くなっちゃう。痛いですか？痛いですか？このアルピニングしていかないとやっぱりあのゴム跡がついちゃうので、こうですね、アルピニングをして止めていきます。で、全体に、アルピニングをトップの方はしていきます。はい、特にトップの方は跡が、ゴム跡っていうのが非常につきやすくなってますんで、この辺はアルピニング、あとサイドですね、顔周りもそうです。だいたい鉢から上の部分は全部、まあ、ちょっと後ろ見せますが、このような感じに、アールピニングを止めていきます。まあ、今回の薬剤何使ってるかっていうとシステアミンです。システアミンメインで使っている感じですね。ただまあちょっとかかりづらそうなんで、少しペーハーを、若干上げました。pH 上げないと、ちょっとかからないのかなって感じもあったんで、ちょっと pH 上げてますね、若干。はい、で浸透剤をちょっとつけていきます。チェックするんですが、この時にどうやってチェックするかっていうと、前も言いましたが、しっかり濡らしてですね、5秒間ぐらい水気を取ります。はい、このような感じで5秒間ぐらい取っていただきますね。そしてウェーブは今どれぐらいかかっているのかっていうのを確認します。これ分かりますでしょうかね。今これぐらいのパーマがかかっております。はい、で、実際ロット2個分は今出てるんですけども、ロット2個分のリッチャー出てるんですが、ちょっと緩いかなっていう感じは正直ありますので、やはり少しお時間を置く必要があるのかなって感じはします。薬の選定はちょうど良かったんではないかなっていう予測です。まあ、ネープの方はアルピニングしてもしなくてもいいんですけど、
まあ、できるところは全部してあげた方がまあいいかなと思います。まあ、ただ回すだけでいいので、あともしくはクリップ使う場合もありますし、まあその時に応じてですね。ではこれでちょっとお時間を置いていきたいと思います。で、ここで不思議に思ってるかもしれないんですが、うちはターバンをしません。でローラーボールも基本入れないので、ラップもしません。この状態で置くんですね。でラップなし、ローラーボールなし、ターバンなし、そういうような感じで、やっていくんで、このまま基本放置という感じで置いていきます。はい、もうあの2液つけているんですけれども、まあ2液はいつも言ってるように結構しつこくつけていきます。まあ一材とかで間食材とかが邪魔したりとかですね、まあ一概に言えないんですけども、二材の浸透が悪くなる可能性もあるので、まあちょっとこううちではですね、あの浸透剤をちょっとつけてます。まあいろんなねドライヤー使って酸化早める方法とか、まあいろいろあるとは思うんですけども、まあ、寒いのでとりあえずちょっとこのままやっていきます。もう一回加水をつけて、最終的にここの、首のところに溜まった液に直接毛先の、直接あのアウトした毛をつけて、さらにこう一剤をね除去していくというか、まあ一剤は絶対残留してるんで今の状態では、なので、しっかり二液の処理をしていくっていうことですね。だからここにしっかりこうあの乳液が溜まっていくことが大切です。はい。でアウトしたらどんどんこの液の方に、ちょっと浸透させていくっていうんですかね。ここにちょっとつけていきます。一応乳液は加水とブロム酸両方使っておりますね。まあ、ちょっとスピードを上げるのに加水濃度は若干上げてはいるんですが、まあ、通常は普通通りの使っていいと思います。でここでしっかり乳液を、毛先の方に浸透させていきます。で、この状態で、こういうふうに何度も何度も浸透させていって、こう泡がね、泡ってこの白くこう泡立つぐらいまでしっかりこういう風に浸透させていきます。で、少しこれを持ち上げて、お、結構ジャバっていきますで持ち上げてここでですね、ジャバっていくので気をつけてください。でこのまま上の方までしっかり二材浸透するようにちょっとしていきます。まあちょっとうちは結構乳液使う方だと思うんで、まあ皆さんのサロンはこんなに使わないかもしれないですけども、まあ、なるべく量は使った方がいいと思います。で、まあ、材料費抑えたい裏技はちょっと言えないので、直接メール、直接コメントしていただければお答えし、SNS とかで、もしくは LINE アットとかでコメントしていただければ、直接お答えはできます。はい、で今パーマが、かかったんですけれども、はい、パーマ終わりました。はい、約1時間で、サクッと終わりました。で、こちらスタイリングがまた同じようにですね、フレッシュヘナジェルプラス、こちらを使っていきたいと思います。もう夜なのでこのまま頭を洗わないで寝れるような感じに仕上げたいと思うので、オーガニック成分のこちらですね。でこれ使えば使うほど髪の毛が綺麗になっていくんですね。で、基本的に流さないトリートメントなんですけれども、パーマのウェーブに使えるんですよ。まあ、パーマのウェーブ以外にも使えるんですけれども、中
なんかワックスとかだとベタベタしてしまったりとか、肌が弱い方だったらちょっとかぶれてしまったりする方がいらっしゃると思うんで、こちら北海道のあのオーガニックな成分を使ったトリートメントになります。でこれを使ってスタイリングをしていきたいと思います。ではちょっとつけてみますね。このようなゼリー状に出るので、で、つけた後はそんなに、なんて言うんだろう、なんかさらっとしてるので、意外とゼリー状で、これジェルっぽいんですけど、乾くとすごいサラサラになります。ですので朝の寝癖直しとかでも使えますし、かなり匂いどうですかね。匂い、これね、一応ラベンダーなんですよね。なんか自然な感じじゃないですか。これ手につけてもらってもいいですか、少量で。 手につけてちょっとこうやって手にこう伸ばしてもらってもいいですか。で時間経つと乾いてくるので、まだ濡れてると思うんですけど、乾くとサラサラになってくるんですよね。もうちょっとこうやってると、そう、わかります、サラッとなりましたね。そう、こういう状態になるんで、髪の毛も、まあ、ある程度このパーマのウェーブを出してくれたらサラッとなってくれるんで、で、トリートメント剤としても使えるし、まあ比較的いろんなことに使えるのかなって感じは。はい、でこれでちょっと乾かしてみたいと、まあこんな感じにかかりましたね。はい、でここでですね、新しい商品があるんですけど、これエアレスドライヤーっていうやつで、伸び用に作られてます。スタイリングフード、こちら、これが中に熱が溜まってくれて、風があんまり出なくて、ここに熱が溜まってくれるので、それで速乾できるっていうような、すごく優れものです。これをノビーの、先っちょにこうパシッとつけてですね、でこれで乾かすんですけど、ちょっとやってみますね。でここに入れることができるんですよね。この穴のところに入れて乾かすことができます。はい、で、エアレスドライヤーでちょっとここまでこう来たんですが、これね、特殊ななんか加工、特殊なプラスチック加工してるんで、熱がこもっても大丈夫なようになってます。はい、というようなことで、このままね、撮影したいと思うんで、あと前髪ちょっと切るかなっていう感じで、このまま撮影します。はい、今日の撮影も、無事終わりました。今日もまた遅くなってしまったんですけれども、今日撮影どうでしたか。楽しかったです。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。はい、でまた、早昔のチャンネル、随時アップしていきますので、皆さん見てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではこの辺で終わります。では皆さん、またどうも。ありがとうございます。